皆さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今日は30代におすすめの化粧水の第2弾をお届けしたいと思います。前回お話ししたんですが、私たち日本すっぴん協会の編集部は3人いまして、3人とも30代になっています。今回は立花というものが30代の方におすすめの5000円以下の化粧水を2本ピックアップしてくれたので、ご紹介をしていきたいと思います。最初にご紹介するのはこちら、ブルーメエデナジャパニーズベリースキンローションです。ブルーメエデナというブランドを初めて聞いたという方も多いかなと思うんですが、ブルーメエデナは本物志向の女性に向けたエイジングケアのためのオーガニックナチュラルコスメを展開しているブランドです。でこちらの化粧水は水を一切使わずにラズベリー水をベースにした化粧水になっています。なのでちょっと動画だと見づらいかもしれないんですが、ちょっとだけピンク色、ほんのりピンクの色がついています。で肌に嬉しいビタミンやポリフェノールなどが豊富に含まれた10種類のベリーエキスを配合していて、私もこれ使っているんですが、少量でも結構しっとりと潤う使用感になっています。手に取ると結構サラッとしているんですが、こうやって伸ばしていただいて、でハンドプレスをするように押し込んでいくと、割と1回でももちっとお肌が潤います。ラズベリー水がベースになっているので、ほんのり甘い香りになっています。なので甘い香りが好きだという方には特におすすめの化粧水になっています。続いてご紹介するのがこちら、リサージディープクリーンローション A です。リサージはカネボウのスキンケアブランドの一つでして、忙しい毎日の中でも自分の素肌を好きでいたいという女性のために、効率的に賢く素肌のメンテナンスをするということをコンセプトにしたブランドになっています。で中でもこちらは毛穴の黒ずみであったり、古い角質、角栓とかを絡め取ってくれる化粧水になっていて、肌をキュッと引き締めてくれる効果があります。でこちらの使い方はパウダー入りのタイプなので、初めにボトルを軽く振ってください。その後にコットンにローションを取っていただくんですが、1回の使用量はポンプ3プッシュ分です。結構サラサラっとしたテクスチャーのものになります。こちらを洗顔後のお肌に黒ずみであったりとか、ちょっとごわつきとか角栓が気になるところを中心にこうやって拭き取るように使っていただけます。まあ、主には T ゾーンであったりとか、あとこの顎周りですねに優しく拭き取るように使ってください。でその後に普通の化粧水に移っていただきます。立花が話していたのは、これを使ってその角質ケアの重要性というものを感じましたというふうに話していました。これを使うことで顎のざらつきだったり、小鼻の黒ずみやざらつきが気にならなくなったというふうに話していました。すっきりとした使用感で、これを使った後はメイクのりも良くなるというふうに話していたので、ざらつきが気になる方や、ちょっとメイクのりが悪いなっていうふうに感じている方は、ぜひこういったものを使ってみるといいかなと思います。以上、この2点が立花が30代におすすめする化粧水になります。甘い香りが好きな方、あと角栓や黒ずみが気になる方はこういったものを使ってみてください。今回の動画がためになった、面白かったという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。次回は私がおすすめする化粧水を2本ご紹介したいと思っています。ぜひそちらもチェックしていただければと思います。